この中のどっかにいるからさ。さちゃんすぐ動画にするから待ちち。ごめんね。30分間に合わなかった。30分頑張ったけど間に合わなかった。家事した。家事。ファイヤーの方の家事じゃないよ。プリマ予告寝落ち。いいえ、させません。そんなことはさせません。寝落ちしません。あなたは。こんばんは。ね、七夕しお素敵。いいね、この背景。好き。こっぱんちゃん、こんばんは。のぞちゃん、こんばんはい。あこちゃん、あ、いた？ぼんやり見えてきた。どこにいるでしょう。正解は、右下のなんかアバターが並んでるところの中にいます。笹川も紛れ込んでます。てんちゃん、笹ちゃんしか勝たん。大勝利、笹川笹。大勝利したいよ。立山で仕事終わりに刺さりますよ日のアーカイブ流しながらお昼寝してました。え、見てくれたの。サイコパス回だったでしょ。この前めっちゃおもろかった。のぞちゃん、さちゃーん、イエーイ、さちゃんだよ。家事、そっちの家事ちゃう。家事取ってない。ワンピースか。ちょっと今さちゃん炙り出し。熱い炙り出し。熱いよ。ナンシーこんばんざーい。クリちゃんこんばんざーい。パンちゃんバク転ね、できるようになりたい。バク転今さ練習するところとかあるよね。なんかあるんですよ、大人のバク転教室みたいなところ。ちょっと通おうかな。ライブでバク転したいわ。ジャニーズか。バミシリポーズありがとう。完璧バミシって言ったよ。え、何の話。えいつうちバミシリポーズしてた。動画、イエー、笹川登場。イエー、待たせたな。イエー。あなた、さちゃん、最近のかなとの面白いエピソードってある。ないっていうのは、かなはすごい今のりまささですねってすごい言ってくる。ちゃうわすごいりまささって言われる。普通に生活してるだけなのに。たくやぎ、わーい、お疲れ。なんだっけ、今日のジュリちゃんのポーズ、チェキでやってたポーズ。パフェの容器。ちなぴぴの犬せんぎ、やっほーい。来週テレビ新潟。テレビ新潟ってなんちゃんのやつだっけ。なんで。お二人の声なんだか安心感あって寝れたポメ。あ、もう語尾がポメになってる。これはポメラニアンだ。でもこの前サイコパス会じゃなかった。めっちゃ笑ってたからゲラゲラあれで寝れるのすごいね。タラちゃん、マチチ、あ、テロップ変えないと。マチチ、マチチ、マチチ、マチチ。ワンピース最新刊まで読んでしまって人生暇になった。わかる。なんか追いつきたくないよね。全部さ、こううわーって読みたい気持ちあるけど、なんか追いつきたくない気持ちある。
シュプリーム。うわ、短冊だ。七夕ギフト出たの。いいね。やっぱり5個もお願いして、ちょっと5個もお願いは多いな。1人1個贅沢。ありがとう、あすきちゃん。スイカだ。スイカ10個お腹パンパンなるな。ありがとう。あすきちゃん明日明後日いるの。さっき予約フォーム見た。イエーイ。キスさんこんばんざい。タラちゃん今夜は割と、あ、エアコンね、まだかろうじてつけずにいられてる。ちょ、我慢してる。ちゃんと扇風機はガンガンにつけてるけど。ツイッター、バミシリポーズってどんな。シカちゃんちゃんとツッコミ返ってきた、あざーす。みんなのツッコミ担当。あ、ダメだ、こんなこと言うとみんながなんか言い始めるから。タラちゃんバク転じゃなくて、あ、側転は全然できる。うん、側転はもうできます。シプリマちゃん、リンちゃん、わーかわいい。あ、動画配信したから。タラちゃん、あげあげ、ギャルだ。りょうへい、こんばんざい。言ってリツイートしといた。おお、まこちゃん、キャーパジャマ、のび太さんのエッチ。パジャマエッチなの。なずちゃん、あ、見えた。すごいね、あの今笹川が見えてる人はね、みんな心の綺麗な人だよ。みんな心が綺麗なんだね、見えたってことは。すごいいい人たくさんだ。ケケバカ野郎、この野郎め。ケケがいつもここからさんになってる。パフェの器、今日ジュリちゃんがチェキでやってたパフェの器のポーズ。パルタカナイってそうそう、リマササだリマササだってめっちゃ言われる。タラちゃん、崎陽軒のぞいたけどシウマイ弁当800円ぐらいで、え、何、高いのビビリ、安いのビビリ、どっち。たくやぎ、世界一可愛い器だったな。あー、デレデレ、推しメン全肯定。なんピピ、家にテレビないから何チャンネルか分かんねえ。テレビ新潟ってなんだっけ。 NST？ ん？違うか、なんだ。達也丸語尾はワン、達也丸の語尾なんとかワン。パルタカナ、サッちゃんのこと好きだもんな。この前もツーショット撮れてよかった。え、本当に昨日もレッスン帰りね、すごい覗き込まれて、今日めっちゃイケメンですねって言ってくれた。服装もって言ってた。誠一こんばんざい。達也丸めちゃくちゃ笑ってたり、ぬいぐるみの声やってた記憶が。ぬいぐるみの声、ぬいぐるみ、クッション、あ、ピカチュウの声はやってたな、この前の刺さりますよみ配信。やすのりこんばんは。まおこんばんは。たらちゃん、さっちゃんの萌え声は世界一。萌え声、萌え萌えキュン。わあ、うわ、あくびげちゃん。今すぐにでもササちゃんに会いたい。うわ、今すぐは難しいけど、じゃあ明日おいで渋谷。やっぱりマサちゃんにたくさんお願いした。何お願いしたの。短冊、あすきちゃんいるよ、イエーイ。あすきちゃん久々だ。ネオンこんばんは。プリマ我慢せんとエアコンつけてもらって。いやでも今日はね、まだいける、つけずつけなくても。のびーのささだよ。立山で電力逼迫注意報は火力発電所復活したから終わりましたぜ。つけて、やばいやばい、
充電してたと思ったら充電できてなかった。こっちが、充電できてなかった。あぶなー。山田和夫さん、こんばんは。まるちゃん、おー、さっささん、おー、いや、さっきイケメンって言ってくれてた。あ、違う、それ違う人か、言ってた。たるちゃん、TKG なんだけど、茶碗に先に卵溶いて、後からご飯乗せると美味しい。後からご飯？メイズさんが言うからやってみたら普通かい。でも味は変わらんよね。卵後掛け派。ティンちゃん、ササちゃんが可愛すぎてハゲかけた。あ、やばいやばいやばい、リーブ21しないと、やばいやばいやばい。ゾモゾモ。聖地側転カポエラをやっていればお手の物。お手の物。あ、カポエラもやりたい。なんかダンスしながら戦うみたいなやつね。テニーか、テレビ新潟。テトテトテトテニー、声出ない。テニー立ち丸、七夕の願い事は早くシベリアンハスキーになりたいですわん。そりゃね、生まれた時からシベリアンハスキーじゃないとなれないんだ。諦めな。まるちゃん、イケメンササちゃんに会ってみたい。わ、まるちゃんのご来場をお待ちしております。今もっとイケメンになるためにね、減量減量減量、かっこよくなる。さささ、だから今すごいお腹空いてるけど我慢してるんだ。家帰ってきてから食べてないよ。えらい、さちゃんえらいってみんな言って。さちゃんえらい、さちゃんえらいとか、なんかかっこいいとか綺麗とかかわいいとか好きとかみんなツイートして。ほら、飲んでるのも体脂肪を減らすやつ。やっぱり今カナも長野の時もサチャにべったりだったもんな。べったりしてたっけ。でもカナはね、基本人との距離が割と結構近めな気がする。人懐っこい。まあ、こんばんざーい。テレビ新潟ってテニーがテレビ新潟。タケノコ実家ユーハウス、実家のような安心感。サヒコボシ、あくび好きいっぱい聞かせてのおやすみ。うわ、あくび。無音であくびしてしまった。なんかそんな眠くないと思ってても喋ってると酸素が足りなくなってくるからあくび出る。選挙とかに合わせて奨学金借りてる大学生の取材したいって言われて2日間密着？それ映像見せて。タラちゃん、サちゃんのもえもえキュンいただきました。もえもえキュン。うち絶対メイドカフェで働けなさそう。タラちゃん、ほとんどのカナの特典で買った囲み動画サちゃんに出てもらってるじゃん。照れてるカナが可愛すぎて。照れてんのかな。嘘。今日は自転車競技の練習風景撮るために笹川流れ行ってたよ。あ、いいね、笹川流れ綺麗。また行きたい。プリマ、とりあえずさっちゃんチョコミントかき氷一緒に食べたいってお願いした。あれね、美味しそうだった写真。チョコミント食べたい。チョコミントかき氷絶対美味しいじゃん。ティンちゃん、この間の名古屋遠征ユーミツアンとダブルベッドだったのか。あ、そうだね、ダブルベッドだった。羨ましいな。そう、
基本いつもねツインベッド遠征の時なんだけど、ベッド2つある。この前はねダブルだった。同じベッドで寝ました、2日間。ともちんこんばんざーい。焼き餅こんばんざい。あ、気をつけありがとう。ごハンバーガーのツイートね、喜んだ。今マクドナルドの、マクドナルドで出てるごハンバーガーが新潟県産コシヒカリを使っているらしい。ラプタンこんばんざーい。ひななた、いや、ひらがな大文字のいや。ちいちゃん、明日も渋谷無理ゲーよ。月末大阪3連戦まで耐えます。あ、そう、そういえば大阪ライブ、あれまだ概要出てないんですけど、30日ももう一本ある、夜に。だから大阪ライブ30日2本、31日2本になります。30日の夜も心斎橋、そらまん、タラちゃん悩みもよ、セットチョリース、タラちゃん、それは初耳だった。まるちゃん、今日もかっこいいよ。どや、どやどや。てんちゃん、ささちゃんに壁ドンされた人生でした。ダン、壁破壊する。ダンダン。とりまさちゃん偉いね。偉いよね。偉い。まるちゃん一目惚れ。惚れちゃった。中身も好きになって、中身も好きになってもらえたらいいな。ちょっと偉い、みんなに褒めてもらう。タラちゃん、イケメンより美少女ささであれ、イケメンになる。あれだ、カナにも減量できる方法教えてあげて。そう、カナもね最近すごいよくレッスンのメンバーとかに相談してる。カナとかほのかとかがすごいね、なんかよくリマさんが相談乗ってるの見る。まあすごい頑張ってるみたい。応援、ささがも一緒に減量頑張る。せいちゃん、カポエーラ、ササちゃんの言う通りです。ブラジルで400年以上の歴史のある民族舞踊。舞踏か。やってみたい、あれ。え、すごいよね。なんかテレビで見たことあるけど、そんな軽やかに動くみたいな。お腹空いた時に食べなかったら体脂肪じゃなくて筋力消費するから空腹、あ、空腹時間なるべく作んない方がいいっていうよね。でもさすがに深夜は食べん。あ、すきちゃん、さちゃん偉いからごちそうやる。うわー、何これ、スイカジュースみたいなの、スイカカクテル、おいしそう。めいちゃん好きそう。めいちゃんスイカジュースめっちゃ好きだから、ありがとう。なんかギフト、え、もうファンレベル10に上がった。早ただいま戻ってきましたか。私は戻ってきましたでしょうか。ただいま、あ、おかえり、ありがとう、戻ってきたよ。来たぞ来たぞ、さ、佐川ちゃん、ありがとう、教えてくれて。よくループしちゃう。大阪系4本ある。そう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 、どっちも30日も31日も、タルイサザンビーチ、夜心斎橋、昼タルイサザンビーチ、夜心斎橋
と予約特典つく予定、まだわかんないけど。タラちゃんかわいいかわいい超かわいい、さっちゃんかわいい超かわいいリズムがいい。そら豆大阪行きたいけど来れる？来れない。バルタかなに壁ドン動画いいかもな。特典券6枚、あそうだね、ツーショットだと特典券6枚。やっと見つけたお姫様。さっちゃん床ドン、床ドンはもう押し倒されてるよ。聖一、さっちゃんは神、何の神。スピードウェイこんばんは。まるちゃん中身も惚れた、あやった、ショールームで感じたいい人か。いい人いい人いい人、多分いい人。さっちゃんにパンチされてストリートファイターの敗者の顔になりたい。あお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 みたいなやつ。スローモーションになるやつね。聖一、ダイエットの基本は3食をしっかり食べて運動量を増やすこと。そうね、食べるのも大事。抜いてばっかのダイエットはすぐリバウンドするから。笹川よく階段、エスカレーターっても階段登るし、筋トレしてるよ。だこれから配信終わったら筋トレ頑張る。ミルボーこんばんざはい、ミルミルミルボーミルトン。タラちゃんホースと共にあらんこと祈られてる。おかえりありがとう。みんな、ともさん、ともさんこんばん。よく見たらルークスカイウォーカーの髪型してる。スターウォーズあんまわかんないんだよね。パナちゃんこんばんは。深夜を食べると大正解、土星論でした。腹周りの肉を足して足筋肉つかない程度に鍛えたらスルスル痩せる。お腹ね、もっと腹筋バキバキになりたい。腹筋バキバキになったらちょっと写真撮るね。そらもう31日は東京にいなきゃいけないんです。いなきゃいけないのか。30日よ。ああった、久々だ、こんばんざーい。あった、久々に来てくれた。パンダちゃん5日までもうすぐなのに体を仕事で痛めて泣いてる。泣いちゃう、それは痛くない、痛くない、痛いの痛いの飛んでけー。キラ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 、お星様になりました。たちはまだ10日後の誕生日から1年間細マッチョを目標にガチダイエット。おーいいねいいね、みんな一緒にダイエットしよう、引き締めようぜ。筋トレショールーム配信しようかな。たけのこ源流だけなら基本有酸素運動めっちゃしまくればいけるよね。筋肉いるけど、そうだね、やっぱ走るのっていいよね。今外猛暑すぎるからあれだけど、熱中症ならない程度に。タラちゃん筋トレは100キロのベンチプレス。100キロ、100キロ絶対うんって潰される。てか持ち上がらない。言って、ああそっか、ループしてた時叩いたけどループしてたのか、その時ピチ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 。起きろ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 。ティンちゃんダブルベッドだったけど、あ、そうだ、そう、ゆうみね、ベッドの端っこでね、いつの間にか寝落ちしてた。かわいい、コロンって。健康な人が食事制限ダイエットしたらリバウンドや糖尿病一直線。あ、経験者、
経験者語るはちょっと説得力あるな。しんごちゃん、今日は魚沼産コシヒカリを食べました。あ、ねえ、新潟の美味しいものたくさん食べてて、えがったえがった。新潟の美味しいもの堪能して。え、いつまで新潟？長いよね。パンダちゃん、そして未だにいつかちゃんと休みなのか。え、まだわかんないの。あ、1時になった。倒れるんだっけ、ワンダーコロコア。あー、なんとかなんとかワンダーコアみたいな。昔よく CM 見た。そのまま30日大阪からの31日夜夜行、いや31日夜行かなんかで東京は考えてないわけではないけど、はあ、でももし来れたらね、葵にも愛に。達也丸、人生最後のダイエットスタートと同時に気痩せでごまかしてた気持ちとりさらします。ごまかすな、着ないでもう上半身ありのままの姿でさらしてください。まるちゃん、ささちゃん金髪見慣れたけど緑髪以外何色にしたことある？まあでも茶色、普通の茶色もあるし、あとまああんまりそこまで銀になんなかったけど銀色も一応ある。銀、あともっと本当に白に近い金髪みたいなのもある。めっちゃ明るい金髪みたいな感じかな。緑髪以外そんなに奇抜な色はしたことないです。赤とか青とか。タケノコ腹筋割りてからまず脂肪落とすとこからしてる。どうにもならん。地道にね、やっぱずっと継続だよね。あった、多分髪色変わってから配信来るの初めて。そっか、前回見た時は緑髪のサッサさんでしたね。緑も良かったけど今の色も似合ってるね。やったーやったー、あったそう、でもなんか染めた当初からやっぱり結構色変わってきちゃった。なんか普通の黄色っぽくなってきてしまって、もうちょっとなんか柔らかい栗、ああ電波が横になってた。くる、大丈夫かな。ループしてる？大丈夫そう？大丈夫そう。あ、よかった、大丈夫そう、ありがとう。本当になんか笹川の携帯なのか家の環境なのか。しょっちゅう電波悪くて嫌だな。なんでなんだろうな。ナビ、引っ越し減量、マイナス3キロすごいね。そんなに？うちも引っ越ししようかな。さちゃん、嘘、痩せた？痩せたかな。痩せたのかも。じゃあ嬉しい。タツミこんばんざーい。タツミタケノコ、何ヒート、筋肉の消費を最低限に抑えられて強烈な有酸素運動できます。どんなやつだ。タラちゃん、リアルペチペチしたい。お、ゆって覚醒した。
シンゴちゃん、なんかキラキラありがとう。キラキラした何かをくれた。輝いてる。ティンちゃん、ササちゃんの配信見てたら物ごつ眠くなってきた。そう、ササがマジック、なぜかみんな気づいたら寝落ちしてしまっているという。ササがマジック、やっぱ声に、声の波長がなんかそんな感じの波長してるんですかね。人を眠らせる声。プリマ、1年前に今の現場になって1年で8キロ。8キロ全然見た目も違うよね。いい、マッサンダこんばんざい。今日はね、空の色、初めてドンビーアフレイド歌わないポジションだった。パンダちゃん、明日のシフトがさっき確定したばかり。困るね、それ予定立てらんない。シンゴちゃん、明日は仕事だから。あ、もうこっち帰ってきた。2泊しました。いかがでしたか、新潟は。いいな新潟。のび4日間くらいほぼ寝ないで食べるのは、朝にパン1個ぐらいで、昼は仕事、夜は片付けしてたら、それ持たない。よく生きてられたね。それ体重減るわ。たーちゃん、焼き肉屋行く17枚でご飯おかわり無理。そうなの。焼き肉ライクずっと行きたいと思ってて、結局まだ1回も行ったことない。でももう2年ぐらい行きたいなって思い続けてる。お、チョキ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 ビームをくれている鈴木氏、お疲れちゃん。スイカパナちゃん、17時22時が十日町、23から朝5時まで魚沼でお仕事なんで。やばいね、タラちゃん絶対。黒髪、ささが黒髪だけは絶対似合わないと思うんだよね、自分に。色的に。空豆31、生誕か。確かにそれはね、大事だね。すごい、お財布と相談中。生誕大事だ、1年に1回だしね。せいちゃん、去年の大病からの医者と管理栄養士の下で食事制限してる。すごい、管理されてんだ、健康的な食事。そらめん、最初は髪色緑の人で覚えたけど、今はもう髪色違くても分かる。よかった、笹が髪色を変えて、え、笹さんどこにいるんだろうってなっちゃったらちょっと悲しい。サザちゃん、笹川は一番髪短い人で、髪色変わっても覚えてください。ショートボブとかはね、いたりするけど、結構笹川的ショートはね、いないからね。一番バンザイジャパンでずっと髪短い人で。なんか本気で始めてから今日で、おー1ヶ月、すごいね、ちゃんと継続できてるね。次見るの楽しみ。ネロこんばんざーい。見て、笹が山ん中、ここ山ん中なんかな。笹川が普通のところだと思ったけど、山ん中なんかな実は。ペロ、これは笹をついてる味、これは嘘をついてる味だぜ。タラちゃん今日すごいいっぱいコメントしてくれるね。今日元気元気だ。そら豆、俺も携帯なのか家の関係なのか電波悪い。やっぱさ、なんかあるよね、家によって。ケケ、沖縄から密輸入してほしいもの。密輸入、ハブとマングースかな。嘘。前沖縄で食べたさ、チンスコーのアイスがすごい美味しかったけど溶ける沖縄紅芋、紅芋系、紅芋系めっちゃ好き。そら豆、メイさんとジュリアンの引っ越し手伝えば実質引っ越ししたことになりそうじゃない。あ、痩せるかな。そう、今日もね、すごいなんか
昨日頑張って片付けを頑張ってた話を聞いた。あった SNS はチェックしてるから前々から思ってたんやけど痩せたよね。痩せたかな。でも言うて体重はそこまで変わってないかもしれないけど、お顔のマッサージとかしてるからかな。いや痩せたと思います、うん、タケノコつべで調べたらめっちゃ出てくるけど短時間でめちゃくちゃしんどい運動一気にしまくること。あーいやいや、サーキットトレーニング的な。あと夏バテで倒れないか心配になる。大丈夫、いっぱい食べてるから。健康的な食事をいっぱい食べる。電波が悪い、ササちゃんに対する愛が足りないからだな。じゃあそれで電波良くなるならめっちゃ愛して。時人くん、家内が怖い。何喧嘩したの。ユアキングこんばんざい。タラちゃん目バッキバキです。2年くさ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 。2年、2年って何の話だっけ。分かんなくなった。りんちゃん痩せちまったらモテすぎるからあえて痩せないタイプの。ファンクワンピースの一番の名言ボンちゃん。そら豆なんなら髪色変わってからチェキ取ってるし。そうだね、確かに。この前まるちゃん笹川ヘア好き、やったー。笹川ヘア、笹川ヘア好き。ショートヘア、この前切ったとこの美容師さんすごいいい感じにカットしてくれた。ユアキング生誕といえばアンケートに答えていただけると嬉しいです。アンケートなんか言ってた、なんだっけ。誕生日プレゼント、誕生日プレゼント、誕生日プレゼントかかな。アンケート、そらもめさしさんって髪伸ばしてたこと、物心ついてからはない。あでもこれぐらいはかろうじてある。うん、バンズジャパン入ってからも一回これぐらいにはなったことある。でも似合ってなさすぎてびっくりする。タケノコ結果が体に出てないと意味ないから30日まで追い込まないと。マジ気合だ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 。でもこれからの季節めっちゃ汗かくしさ、自然と痩せてきそうじゃない。プリマハブとマンゴーサイがハブ連れてきたらすごい。タラちゃんちょっとちょっと酔っ払ってる、そう君に酔ってる。あはーい、酔ってるのかな。トキヒト君明日大阪東京名古屋で順番にしようだ。忙しい。空豆唐突に来る、サスさんかわいい。来た、その時が来た。タラちゃん愛してる愛してる愛してる。すごい酔ってるな。これはティンちゃん早く髪色変わったササちゃんとチェキりたい人生でした。いつか、明日とね、明後日のライブも皆さんお待ちしてます。最近ホーム笹川予約さんが全然増えなくて寂しい。笹川さんが頑張るためにみんな待ってるよ。切実。笹川さん
めた。マイナスなことは言わない。タケノコサーキットトレーニングは休息入れながら、ヒートはインターバルだけで休息入れないやつ。違うんだ、ちょっと違うんだ。タラちゃんボブ、ボブね。あでも髪色明るくすれば大丈夫かな。ではキング、今更の生誕献上品なかなか行けなくて申し訳ない。え全然そんな、むしろそんなくれるの、ありがとう、嬉しい、何でも喜ぶ。トマトともき、トマトもき、どうしたん、トマトになってる。タラちゃん目が、え嘘、ドロンってしてる。イワキング後で再送しておきます。わあごめん、ありがとう。まさくん、いやパジャマかわいいし、霊感マット、そう霊感マット知ってる、シーツ変えた。タラちゃん痩せると思うやん、食っちゃうからな。わかる、それはすごいわかる。タケノコ痩せてはいるのよ、脂肪が落ちきってないから筋肉露出がしてないの。はあ。脂肪ゴリゴリ落とそう。なんか脂肪落としたかったら配布とかしたら、配布脂肪熱で溶かしたりするやつ。ケケお菓子でいいの、うん、あでもお菓子食べない方がいいかな、減量する。逆に何があるんだろう、何があるんだ。コンビーフスパム、シーサーだけ、なんか実は今も配信聞きながら三頭筋ダンベルやってんだ。三頭筋でも腕細くしたい。トマトトマト、明日行かれるなら取材は予約するのに。あーありがとう、気持ちいい。さちゃん偉い。でもたまには弱音吐いた方がいいよ。うん、弱音出すことも大事だけど、みんなの前では出さない。人を明るくする職業だから。あ入ってほしいって思う人もいるかもしんないけど、でもなんかそれで同情な慰めてもらうとか、なんかこの仕事的にちょっと違う気がする。みんなをね、なんか慰めてもらうためにいるファンの人じゃなくて、なんて言うんだろう、うちがみんなを元気にするために存在してるのでね。しんごちゃん、マイナスかけるマイナスはプラスだったよな。あ確かに小学校で習った、マイナスマイナスとマイナスはプラスになる。マイナスどうかけたらいいんだろう。トキートくん、家内が親知らず抜いたことを笑った話したら怒られた。それは怒ることないじゃんね。タラちゃん何でも喜ぶ、じゃがいもでも、あ喜ぶね、笹川さん喜ぶ。トマト、しおりんトマトって読み間違えたらさ、だからかトマトになったりえのきになったり大変だね。美味しいね、なんかそれで一品できそう。みーちゃんこんばんざーい。せいち、今更ながらささちゃんの容姿のぶかりの姿しおちゃん、えどういうこと。どういうことどういうこと
別人別人、まあ、誕生日一日違いだけど。茎わかめコンビーフスパム茎わかめ575。まさまさくん、え、なに、気になるじゃんそれ。なに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 、言いたいこと教えて。え、でもここで言いづらかったらなんか DM とかで送って。なんだ、ケケ他に聞いたら T シャツとか髪飾り、あ、そういうことか。やっぱ考えてることがほとんど食べ物しかないから笹川。でも確かに T シャツはね家にいっぱいあるから、髪飾り、なんかいい髪飾りがあればだけど、髪飾りとかイヤリングとか、うん、え、でも笹川さん全然なんか安い食べ物とか、ね、すごい喜ぶ。トマト、あいも三頭筋と胸筋、何クソデカパン。鈴木氏、ゴーヤ、ゴーヤもあるね。竹の子、今さら施術に頼りたくない。確かに意地だね、意地。タラちゃん泣いちゃう、え、タラちゃん泣かないで、笑顔。ケケケケ、コンビーフ好き。アーニャになんなくていいよ。アーニャピーナッツ好きみたいな。サイサ、ベニーも好き。タラちゃん、有田系のサータジアマリ、あ、有田系のサータアンダギーワンピース。トマト、この時間だからなのか、エモエモ心情。え、なに、トモキが、トモキがエモエモ、エモキ、エノキ、トモキ、エモキ、エモなの今。ひな、三頭筋は戻して太くして。そうだよ、ひなもまたトレーニング、トレーニング、レッツトレーニング、みんなでレッツトレーニングしよう。やっぱりまさちゃん偉いな。全然偉くないよ、笹川さんまだまだ。まさちゃんの表情一つ一つがてててて、人を頼ることも大事だからな。人を頼るね、人を頼る。でも笹押しさんのこと信じてるよ。頼る、頼る、頼るってどうするんだろうね。うち人にさ全然さ相談事しないんだよね。でもそれは、うーん、信頼してないから相談してん、相談しないとは違うんだよな。そういうわけじゃない。まあそういう時もあるかもしれないけど、人によってはこの人ペラペラ話すからなみたいな。でも信頼してないから相談しないわけじゃない。タラちゃん、今度サッちゃん見たら泣いちゃう。泣かない、いい子いい子。タラちゃん、パイナップルでもいいのかな、手渡しで丸ごと、すごいね、インパクトありあり。プリマ、食べ物考えちゃう、サッちゃんかわいい。そう、一番に食べ物しか出てこん。ときひとくん、家内の機嫌直し、あさってでやる仕事を片付けんのならんのよな。本当にそれあさってで大丈夫ですか。
タラちゃんなんそれ、勝手にメロディーに乗せられた。有田家のサーターワンダギー。まるちゃん最近は東京でライブしてるよ。うん、いつもね基本東京でライブしてるよ。逆に遠征名古屋とか大阪とかが珍しい。基本いつも東京なので。明日はお昼14時40分からだった気がする。渋谷近未来会館っていうところで、夜が明日は新宿キースタジオか、合ってる？そう、おいでまるちゃん待ってる。えもきともきえのき、違う、えのきともきえもき、うん、そこの順番大事。えのきが最初、きのこが最初、えのきともきえもき。けけ紅芋の髪飾り、あ、かわいい。なんやろなんやろな。おにくにくにくに、こんばんざい。タラちゃん強いんだよね、いい意味で。強いかな、でももろいよ多分。めっちゃガラスのハートだよ、しょっちゅうもう粉々になってる。泣かない、吐かない、帰り見ない、な、は、か、吐かない、吐かない。トマト食べるのって本当にいいよね。食べた分何もしなきゃ超えてしまう。それないよ、なんで人間は超えるん。タラちゃんキースタ、キースタだ、合ってた。キースタジオ新宿駅東口出てすぐです。ひな相談するって、うん、むずい。聞く方に回ってしまう。わかる、うちら似てるもんね性格。 GTR こんばんざい。タラちゃんよー、何の曲だ。ごめんなさい、え、なんで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 。家内は最悪、群馬の総督に芥川をつけるから大丈夫かもしれない。え、待って待って、どういうこと。群馬、あ、鹿ちゃんスイカジュースありがとう。飲んだ、ありがとう。美味しいスイカジュース、できた。あ、名前変わった、えのきともきえのき。どんどん名前変化してく。まさくん DM 送るけど今度物販が解くことする。わかった、なんじゃろう。 OK、 あ、小林さんフォローしてくださった、ありがとうございます。小林さん、小林音符さん、ジュニアだ。アカウント変わったのかな、初見になってる。おひさアカウントが違くなったのかな。わあ、吐かない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 はまずいね。パンツ履いて、パンツ。脂肪いらないっての生物として間違ってるけど、やっぱまあね。でも冬めっちゃ寒いんだろうな、脂肪なかったら。でもうーん、女の子のほっぺプニプニしてるのはいいよね。二の腕のプニプニとか、自分のはいらないけど人の触る分には大好き。ガラスのハートの、そうだよ、もうめっちゃ粉々にすぐパラパラパラってなってる。もっともっと優しくしないといけない。
もっと優しくしてくれんの？さらに。名前の順番、あ、間違えたからごめんちゃい。えのきともき、えの、あ、間違えた。自分が間違えた。えのきともき、えもき、えのきともき、えもき。芥川を対応役にさせて嫁に怒られるのを一日だけガードするのだ。芥川さんがいるのね。芥川龍之介。さっちゃんもしかして、あ、全然撫で型じゃない、むしろ怒り型。まあ怒り型ってことでもないか。でも今ちょっと、でも確かに昔よりこうなったかも。前本当にさ、すっごい自分肩に力入りがちで、ダンスしてる時とかも本当めっちゃ肩に力入って、ちょっとこう本当にめっちゃこうなってやってたのが嫌で、ちょっと脱、気がついたら力入ってる時とか脱力するようにしてる。前やばかった、ダンスの時も今以上に。昔の映像とか見るとね、全然違うもん。もう見てらんなーって感じ、レッスンの動画見たくない。昔のダンス動画本当にやばすぎて、動きも、まあ、今もまだ硬いけど今以上に硬いし、カタカタ。シカちゃんササボイス、あー寝ちゃう寝ちゃう、シカちゃんが寝ちゃう、おやすみ。みやび晩は。タラちゃんパンツ、そうパンツは履かないとダメ。言って食べると眠くなるから、まだ夕飯食べてないじゃん。わかる、食べるとさすぐ眠くなっちゃうね。タラちゃん二の腕触ってもいい？二の腕プニプニしてる？スベスベしてないと、スベスベプニプニがいい。トマト今のうちに脂肪触って、ぽよ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 、人の脂肪触るの大好き、ぽよぽよ。ひなのって性格がどこまで似てるのか一回すり合わせてみたい気がする。違うとこも分かっているけれど、本当に分かってる？どうなんだろうね。でも結構考えとかなんか似てる時あるもんね。だからなんかちょっとこういう感じ分かってくれるかなっていうのもちょっと思ってしまう。今きっとなんか、あ、分かってるだろうなみたいな。タケノコ、俺はこんな二の腕のプニプニは敵やねえ。プニ、怒り型で怒る。うん、あ、テロンテロンマロン、こんばんざい、デロデロ。シンゴちゃんしょっちゅう肩からパックが落ちる。あー、かけてもね、ストン。トキヒト君、うちの家内怖いからな。いえ、結構怒るんだ。亭主関白の逆、なんて言うんだ。トマト肩に力入るみんだった。一緒、やってる時とかドラマやってる時とか肩が出まくってた。そう、肩に力入って肩上がっちゃうとさ、首も短くなっちゃうから、それが嫌で肩脱力してこう、力抜いてこうね。脱力系のササさんが好き。ゆるゆる。でもそう、ダンスに力入りがち、歌ってる時も喉に力入っちゃうやつってボイトレの先生によく言われてたんですけど、もうほんと無駄なところに力入っちゃうんで、力を本当に抜ける人になりたい。タラちゃん見てらんなー、さあ最後見てらんない。今改善よし。
いいこと。時人くん、今度カナに太ったって聞いてみよう。え、なんで？それ言わんでええやつやん。たとえそうだったとしても。プニ、二の腕プニコ、プニー伸びるストレッチ、顎もプニコ。タケノコ、俺は消すから言おう、この絞ってやつ、すごい。バニラアイスのスタンドみたい。この空間から脂肪を消す。ともぎ、誰の歌？さあちゃんは抱いてくれ、むき出しの両手で。肩上がると圧倒的可動域の縮小。そうね、確かに動かなくなっちゃう。肩甲骨回すの大事。よし、そろそろ配信終了しようかな。1時、あ、もう1時半なん？1時間話してた、びっくり。そんな話してた。え、ついさっき1時だって言ったばっかなのに、もうそっから37分経ってる。びっくりした。そんなに？ということで、1時間配信してたみたいなので、そろそろ終了したいと思います。明日は渋谷近未来、お昼渋谷近未来会館、夜新宿キースタジオでライブがあります。皆さんぜひ来てください。お待ちしてます。日曜日も2本ライブあるよ。そして7月の12日火曜日は、ちょっとまだタイムテーブルは出てないんですけど、豊洲ピット、めっちゃでっかい会場でライブあります。すごい豪華出演者さん、STU48 さんとか、電波組さんとか、普段塾さんとか、いろんなグループさんも出るので、皆さんぜひ遊びに来てください。見に来てください。7月12日バンザイジャパンお目当てで入ってくれた人には、予約メンバーのなんと私服動画もプレゼントします。あなたに向けて撮影したやつ。ライブね、ささ予約してくださる方は、あのバンザイジャパンの予約フォームから笹川ささお目当てに選択して予約お願いいたします。予約してくれると、笹川ささ予約してくれるとめちゃめちゃ気分上がるし頑張れる。頑張る力になるのでお願いします。みんなと会えるの待ってます。おやすみ、おつささありがとう。あすきちゃんめっちゃ短冊くれてる。すごい、センジーじゃんこれ。ありがとう。なんかいっぱい、アンリーさん、アンリーちゃん、こんばんは。2度目の訪問だ。ありがとうございます。2度目まして。ちょっとね、もう配信終わっちゃうんだけど、ありがとう。また明日配信来てください。じゃあね、おやすみなさい。バイバイ。あ、アバもいる。おやっぷに、おやっぷにシールド。おやすみー。ポチポチ。
ポチポチ。